皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所、ファンドアナリストの吉井貴博です。投資信託分類平均リターンランキング、今月も世界の投資信託の動きを見ていきましょう。はい。まずは、基本8分類、国内、先進国、新興国の株式、債券、リートの動きです。2020年7月末基準ということで、5月、6月、7月の3ヶ月の騰落率になります。全体感としては、国内債券を除くすべての分類が上昇ということで、世界的な金融緩和に支えられて、各市場とも回復に向かっています。資産クラスで見ると株式の上昇、そして地域別で見ると新興国の回復が目立っています。代表的なインデックスファンドの動きを見ていきましょう。まずは株式とリートです。はい。この3ヶ月、株式、リートともですね、右肩上がりで回復している様子が伺えます。特に青いチャート、新興国株式インデックスが足元でも力強く上昇しています。コロナウイルスの拡大がブラジルやインドを中心に広まっていますが、市場が出遅れていたこともあって、その反発も大きくなっています。リート市場は株式に劣後している傾向が見て取れます。赤いチャートの J リートインデックスは6月以降足踏みの状態です。それから黄緑のチャートのグローバルリートインデックスも変動がやや大きい様子が伺えます。続いて債券の動きです。まずは青いチャート、新興国債券インデックスですが、コロナショックで新興国通貨建ての債券は、為替の影響で大きく下落しましたが、5月にですね、力強く反発した後、6月から直近にかけては足踏みの状態が続いています。そしてオレンジのチャート、グローバル債券インデックスは、この3ヶ月で5%ほどですね、右肩上がりで上昇しています。フランス、スペイン、イタリアといったユーロ圏の債券利回りが低下し、債券価格が上昇していることに加えて、為替もユーロ高が進んでいるのが上昇の要因です。赤いチャート、国内債券インデックスはほぼ横ばいの状態です。以上が基本8分類の動きでした。続いて、より幅広く細かい分類で見ていきましょう。過去3ヶ月の騰落率ランキング上位下位5分類がこちらになっています。全体感としては、下落した分類がトルコ債券、MLP、国内債券の3つということで、この3ヶ月はほとんどの分類が上昇したということが見て取れます。上昇が目立った分類は、原油関連のほか、ブラジル、インド、オーストラリア、中国といった、資源国または新興国の株式市場になっています。上昇が目立ったファンドを3つご紹介しましょう。まずはオレンジのチャート、UBS 原油先物ファンド、こちらが 46.77% の上昇となっております。今年の4月にですね、原油先物価格が一時マイナス圏まで急落しましたが、その後大きく反発して、6月以降は横ばいで推移しています。そして青いチャートの BNY メロン、ブラジルインフラ消費関連株式ファンドと、赤いチャートの、NN インドネシア株式ファンドですが、こちらはですね、傾向としては原油価格と同じような動きですね。いずれも5月下旬から6月上旬にかけて大きく上昇し、その後は横ばいが続いている状況です。最後に、こちら、過去3ヶ月で低調だったファンド3本がこちらです。まず赤いチャートのインデックスファンド MLP 1年決算型ですが、こちらはパイプラインなどの原油関連施設に投資するファンドです。原油価格に連動してですね、6月の上旬にかけて急反発しましたけれども、原油価格の落ち着くとですね、その後再び急落ということになってます。MLP はですね、信用格付けの低い銘柄が多いということで、原油価格の目先の動きからですね、将来のその経済の環境であったり、原油の需要に注目が移って、しかもその見通しが不透明ということで、それに敏感に反応して下落しているといった状況です。続いてオレンジのチャート、新興トルコリラ債券ファンド毎月決算型ですが、6月以降ですね、じりじりと下げて、足元でも下落が加速しています。
で、これ下落の要因はトルコリラの下落ですね。トルコ その外貨準備高の減少によって、通貨防衛力が大幅に低下したこととか、それから、インフレ見通しの悪化からですね、実質、マイナス金利に陥っている状態ということで、しばらくトルコ債券は厳しい環境が続きそうです。最後に、青いチャート、ノーロード日本国債フォーカス、毎月分配型です。こちらは日本の超長期国債に投資するファンドです。満期までの期間が長い債券というようなですね、金利の変化に対して感応度が高いので、わずかな金利の上昇でもじわじわと基準価格に影響が出ているということが言えます。以上がこの3ヶ月の動きでした。はい、ということで、この3ヶ月ですね、ほとんどの市場が大きく回復してきました。8月に入ってからも株式市場好調ですけれども、ここ数日はですね、11月に控えている米大統領選挙や、それから米中の貿易摩擦問題も意識されて、市場によってまちまちの状況のようです。コロナウイルスの感染状況も含めてですね、しばらくは不透明な環境が続くと思われますので、市場がこの回復している今のうちにですね、今後の投資スタンス、それからポートフォリオについてですね、改めてじっくり考えてみると良いのではないでしょうか。それではまた来月お会いしましょう。吉井孝博でした。